米国の製品安全に係る広報活動についてを担当する国際連携室の山田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日ご説明する内容はこれらになります。まず、国際連携室の業務についてですが、大きく分けて海外連携と海外製品安全情報の収集の2つになります。海外連携では、海外の製品安全を所管する機関との会合や情報共有などを担当しています。海外製品安全情報の収集では、海外のリコール情報や海外で問題になっている製品、海外機関の取り組みなどをウォッチしています。本日はそれらの中から、米国の広報活動についてご紹介したいと思います。NITEも商社への注意喚起には試行錯誤しているところです。米国の取り組みが皆様の業務のご参考になれば幸いです。米国の規制当局は、米国消費者製品安全委員会という組織で、コンシューマープロダクトセーフティーコミッションの頭文字を取って CPSC と呼ばれています。CPSC は他の省庁から独立した連邦政府機関で、その使命は、消費者製品の不合理な障害リスクから国民を守ることとなっています。日本では経済産業省と消費者庁、NITE を合体させたような組織とお考えいただければと思います。私の知る限り、一番パワフルな製品安全機関です。NITE は2006年に経済産業省と3社で製品安全に係る協力ガイドラインを締結し、情報共有や人材交流などの連携を続けております。このスライドは CPSC の主な広報活動を一覧にしたものです。1つ目と2つ目のウェブサイトとメール配信は、リコール情報や注意喚起など消費者向けの情報を発信しているもので、3つ目は、それらをコミュニティや地方自治体を通じて発信するものです。CPSC の担当者から、インターネットを使用しない消費者に周知するためのものと伺ったことがあります。4つ目は、YouTube による動画配信。5つ目は、Twitter や Instagram などの SNS を利用したもので、本日はこの2点についてご紹介いたします。6つ目の注意喚起キャンペーンは、特定の製品に対して定期的な注意喚起イベントを実施されています。CPSC の動画を拝見していると、特徴としてこれらの3つが挙げられるのではないかと思っています。次のスライドからそれぞれについてご説明いたします。まず、クオリティが高いについてですが、そのように考える理由を左側に挙げています。1つ目が、プロの役者やナレーターを起用し、まるで CM やドラマのように作成されている点です。次に、著名人の起用。動画をご覧ください。アメリカンフットボールの選手が、花火の事故で自身の指を失った経験を語って注意喚起されています。JPP, tell us what happened. So, 4th of July, I lit up a firework. Thought I could throw it away real quick, and in a split second, blew off my whole hands. It's right there. On the way to the hospital, all I could do is think about my son and was I going to make it. Now I'm just truly, truly blessed to be alive. Now when I look at fireworks, I think about the safety. So let's tackle firework safety together. Keep fireworks away from kids. Leave professional fireworks to the professionals. To the fireworks professionals.次の動画はアニメーションを使用してプールの事故を注意喚起しています。It seems like kids are made for water. They dive. And splash and swim. Like they'll never need to come up for air. If only that were true. Each year, drowning is a leading cause of death for young kids. So until they grow gills,
swimming lessons, fences, and supervision help keep kids safe. Learn more at poolsafely.gov.最後に CPSC の委員長自らが出演している点です。自身も消費者であると注意喚起を呼びかけ、消費者に寄り添ったものになっています。続いてインパクトがあるについてですが、事故の再現映像にとてもインパクトがあります。まず花火の注意喚起イベントの動画をご覧いただきます。米国では独立記念日に花火をする習慣があり、事故が多く発生します。このため毎年6月に屋外イベントを開催されています。3年前にこのイベントに参加させていただいたことがありますが、花火の実演は迫力のあるもので、メディアの方が多く参加されていて、その日の夜のニュースになっていました。また、花火の事故で指を失った方も参加され、インタビューに答えられていたのがとても印象に残っています。大人の指が吹き飛ぶような事故が起きていますので、このような注意喚起が必要なのかと思います。次は家具の転倒事故を注意喚起する動画です。米国では子どもが倒れた家具の下敷きになって死亡する事故が多く発生しており、2週間に1人の子どもが亡くなっていると見積もられています。この動画は私が最近の CPSC の動画の中で一番素晴らしいと思っているもので、特徴としては子ども部屋のモニターに映っていた実際に事故になりかけた映像を使っている点です。とても臨場感が出たものになっています。Pick out all your jammies. A fat one. Good job. Those go in the very top drawer. Top drawer.最後に感情に訴えるとした理由は、事故の被害者の方や遺族が出演されている点です。これからご覧いただく家具の転倒事故の動画は、子供さんを亡くした3人のお母さんが出演されています。亡くなったお子さんのこと、子供さんを発見した時の様子を語り、家具を壁に固定していたら防ぐことができた事故と、家具を固定するように呼びかけています。Megan was, she was vibrant. Shane is my son, 2 years old, forever two. Chance loved to dance and sing. I put Shane down for his nap, just like any other day. I woke to my husband screaming, Kim, Kim, oh God, Kim. And that's when I saw the dresser was on top of her.He said she was under her dresser, she was under her dresser. I went to wake him from his nap at dinner time and I found him under his dresser. Our family didn't know about anchoring furniture. It's a hidden danger in the home. Instead of putting a hole in the wall, I have to carry this hole in my heart. You're not supposed to bury your child. If we had known the steps that we could have taken, it wouldn't have happened. Don't take a chance on this happening to you because no parent should ever have to go through this.
Please anchor it. こうして注意喚起に協力される被害者の方やご家族には頭が下がる思いです。以上が CPSC の動画のご紹介でした。CPSC の担当者に動画を作成するときの注意点を伺ったところ、メッセージが何か、誰が対象か、対象者に何をしてほしいかを明確にすること、簡潔で可能な限り短い言葉で伝えること、言葉だけでなく視覚的に訴えること、また常にブランディングを意識するとのことでした。次に CPSC の SNS についてご紹介します。CPSC は早い段階から SNS を活用しており、製造事業者にもリコールの告知に使うよう勧められていました。主なものは Twitter、Instagram、Facebook で、注意喚起やリコールの周知に使用されています。これは Twitter のツイート例です。左側はボタン電池を子どもの手の届かないところに置くよう注意喚起したものです。右側はそれに対して消費者がボタン電池がなぜ危険なのかと質問をし、CPSC がボタン電池を飲み込むと食道などで化学反応が起きて重症を負う危険性があると実験動画をつけて回答しています。このようなやり取りができる点が SNS の強みなのかと思います。最後に CPSC の SNS で重要な役割を果たしているものがミームと呼ばれるものです。これは面白い写真や絵を使用することによって人々を引きつけ拡散を促すもので、CPSC はこのようなミームを使って発信した初めての政府機関として話題になったそうです。左側のものはターキーが空を飛んでいる写真で、調理中にそばを離れないよう注意喚起しています。このスライドの左側のものは、クリスマスツリーに水をあげてと書かれています。これは乾いてしまったクリスマスツリーは新聞よりも燃えやすいと注意喚起をしたもので、骸骨を使って火災の危険性を表しています。ミームを作っている方から作成する時の注意点を伺ったのですが、面白い、記憶に残りやすい、役に立つを心がけて作成しているとのことでした。そしてシンプルが一番とのこと。製品事故はシリアスなものなので面白くすることは難しい点もありますが、消費者に注意喚起を届けることが重要とこのような取り組みをされています。これによってフォローやいいねの数が伸びたとのことでした。以上が CPSC の SNS のご紹介でした。CPSC は時には面白く、時にはシリアスに様々な手法で消費者に届けるため奮闘されています。文化の違いもあり、すべてを参考にすることはできないと思いますが、今後もこのような海外での取り組みを発信し、ご参考にしていただけるよう取り組んでまいりたいと思っています。本日はご清聴いただきありがとうございました。